今日のブレ山口は山口県宇部市の探索です。宇部市に残る石炭の歴史と遺構を巡ってきました。はい、今回のブラ山口は山口県宇部市の探索です。宇部は山口県の西部にある約人口17万人の市です。実は今年2021年は市になって100周年という記念すべき年です。100年前に宇部は村から町を経ずに市になりました。これは全国でも珍しく8例ほどしかないようです。つまりですね、100年前に村から市になるほど一気に発展したということです。その秘密をね、探っていきます。それは実は、石炭と炭鉱に秘密があります。今日は宇部とその近辺に残る、炭鉱と石炭のね、歴史を探索していきます。はい、まずはね、宇部新川駅にやってきました。最近はね、エヴァンゲリオンの映画にこの、宇部新川駅が出てきたということでね、多少話題になっています。で、宇部の駅では最も栄えているのがこの宇部新川駅でしょう。で、その駅から徒歩でも行ける距離にあるのが、こちらですね、宇部を代表する企業宇部興産です。で、宇部というのは宇部興産で成り立っていると言っても過言ではありません。宇部興産や、関連企業、下請け企業で働いている人も多いです。実はこの宇部興産の前身が、石炭を掘っていた炭鉱会社です。で、炭鉱で財を成して今の、化学系の企業へと、転身をしました。はい、次にやってきたのが宇部市民おなじみの時和公園です。ここには石炭の歴史を知れる石炭記念館があります。このね、赤と白の塔みたいなものが石炭記念館です。で、宇部で石炭がいつ発見されたかは定かではないですが、この時和湖の中にある時和湖で露天掘りの跡が発見されたことから、江戸時代の1698年以前から、石炭が掘られていたと考えられています。ではね、石炭記念館に行ってみましょう。で、こちらですね、石炭をおそらく運んでいた、蒸気機関が置かれています。外には、ね、石炭の採掘の、道具などが展示されています。正直ね、あまり、行く人は少ないと思います。僕もね、実は、記憶にある限りでは初めて行きます。で、中にはこのようにね、行動を再現した展示物があります。少しねちょっとドキドキしますね。で、このように最初は木材の行動から徐々に金属になるというように、時代ごとのね、行動の違いというのが分かるようになっています。で、このように昔の写真なども展示されています。で、こちら宇部の地図に炭鉱があった場所が記されています。まあ、このようにね、数多くの炭鉱があり、多くはね、海沿いですね、海にあります。実は宇部の石炭層というのは、ほぼ海の中にあったので、まあ、このようにね、陸から海に向かって、掘るという形になっています。続いて2階ですね。2階では炭鉱の生活の様子や、まあ、江戸から、ね、明治現代までの歴史がわかる展示物があります。ここは、ね、写真撮影がもしかしたらダメだったかもしれないので、まあ、端折りますね。で、まあ、ざっくりと歴史を説明すると、まあ、江戸時代から石炭が採掘されていたところに、まあ、明治時代になり近代化と工業化によってさらに、ね、石炭の需要が高まり炭鉱が発展しました。
で大正10年には炭鉱の発展とともに村から市へとなりました。で昭和に入ると沖縄山炭鉱組合という株式会社になり、資本を増強し、さらに発展しました。まあ、しかしね、昭和30年代の、石炭から石油のエネルギー転換により、まあ、需要がなくなりまして、昭和42年に、炭鉱は姿を消しましたという流れですね。まあ、ぜひね、やはり宇部市民になるならね、一度は、炭鉱記念館に来てみてはどうでしょうか。はい、ではね、次はね、まだ残っている炭鉱の遺構を巡っていきます。まずはこちら、宇部ではなく隣の小野田市にある遺構です。で、この場所にかつてあった元山炭鉱の斜坑跡です。で、このコンクリートの塊がそうですね。で、斜坑というのは、炭鉱を、斜めに掘り進んでいくための、坑道の跡です。入り口ですね。宇部の江崎炭というのは海の中の浅い場所にあったので、まあ、このように陸から海に向かって斜めに掘っていくという手法で、石炭が掘られていました。現在ね、入り口はこのようにコンクリートで塞がれています。で、今はね、公園の一角にひっそりとその存在を伝えています。で、こちらも小野田のとある海沿いですが、コンクリートの残骸がここにあると思います。で、これも何かしらの炭鉱の跡だそうです。一説には労働者の風呂場の跡だと言われています。はい、では次は宇部の海にやってきました。先ほどの常盤公園からも近い場所の海です。ここにはかつて調整炭鉱という炭鉱がありました。で、ここに残るのがピーヤーです。この海からね、黒い煙突のようなものがあると思いますが、これがピーヤーですね。で、これは坑道に空気を通すための筒です。そうです、このね、海の下に、かつての坑道があるのです。まあ、少しね、このように不気味な感じもしますが、まあ、非常に、かつての、ね、炭鉱を伝える、貴重なものとなっています。で、この炭鉱は1942年に、落盤浸水事故が起きまして、183名が亡くなるという事故が起きました。で、それが原因で閉鎖され、まあ、遺体も回収できないまま、PR だけが残り、現在に至っているということです。で、その犠牲者の多くが、朝鮮からの労働者だったと言われています。でね、長らく忘れられていましたが、まあ、近年になり追悼広場なども作られました。で、こちらですね。で、ピーヤーをモチーフにした慰霊碑が立っています。で、犠牲者の、ね、名前が書かれています。で、上の石炭層というのは海の浅い部分になったため、まあ、たびたびね、こういった落盤が起きて、まあ、浸水するという事故が起きていたそうです。はい、では次はこのピーヤーからも近い場所に石炭の層が露出している海岸があるので行ってみます。で、ピーヤーから空港寄りの方ですね。で、こちら岩が露出していると思いますが、それがね、非常に黒い岩です。これが石炭層らしいです。このように、隣の岩と比べると、全くね、色が違うことがわかります。宇部の海岸はね、今では、工場地帯で、まあ、自然の海岸線が残っているところは少ないので、まあ、非常にこちらもね、貴重な、場所だと思います。はい、で、最後にこの辺りにはかつての炭鉱住宅が今も残っているということなので、行ってみます。で、このピーヤー付近は今はね、草と木が生い茂っている場所になっています。
しかしね、かつては炭鉱関連の建物があったと思います。で、今でも宇部市内には、ところどころのね、炭鉱住宅が残っているそうです。で、こちらのね、コンクリートとね、小さな階段で、これも炭鉱住宅の跡だそうです。はい、で、こちらですね、こちらは炭鉱住宅かどうか定かではないですが、古い建物で、ほぼ廃墟になってますね。そして、この場所を抜けると工場らしきものと長屋があります。で、この長屋がかつての炭鉱住宅ということらしいです。で、今もね、使われていて、人が住んでるか、工場などとしてね、使われているそうです。で、この場所ね、炭鉱の跡をね、再利用して何かしらの会社が、やられているのかなというふうに思います。はい、今日は地元の宇部の歴史を探索してみました。宇部に住んでいる人は地元の歴史を知って、観光に来た人はね、エヴァだけじゃなく、炭鉱の遺構巡りもしてみてはどうでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、ほぼ次回予告です。次回は萩市にある世界最小の火山、笠山を探索してきます。しっかりとね、火口も残っている火山で、非常にね、面白いと思います。ぜひね、チャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。このように山口県の観光名所やちょっと変わったスポット、温泉の動画などを発信しています。ぜひよかったと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、ゴッホやモネ、クリームと国吉などアートなスマホケースも販売をしています。興味のある方は概要欄から、ご覧ください。はい、ありがとうございました。